それではお時間になりましたので、ただいまよりセッション開始いたします。タイトルは、より幸せになれるワードプレス運用で、堀江圭介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、始めてまいりたいと思います。そうですね。資料少なめになってましてですね、多分おそらく結構時間余らせると思います。で、質問の時間をお目に取れるようになっておりますので、質問を考えながら、していただくなり、もしくはハッシュタグつけてツイッターでつぶやいてもらえれば、後ほどの時間でそれに対して答えるなどはできるかなと思いますので、遠慮なくお聞きいただけたらなと思います。では、始めてまいりたいと思います。私は堀江圭介と言いましてですね、現在Xサーバーの、ホスティング事業営業課で、課長しております。つい先日までカスタマーサポート課におりまして、2015年の1月からなんですけれども、カスタマーサポート課をずっとしておりまして、この5月から営業課ということでですね、移動しております。これまで私のもXサーバーではこの営業課というセクションがなかったんですけれども、今回作って、私が入ったというところになっております。ワードプレスとの関わりなんですけれども、大体ワードプレスの 3.0 がリリースされた頃ですね、2010年11年ぐらいになると思います。その頃から、なんだかんだとワードプレス触っております。あんまり詳しくないですけれども、で、その際にマルチサイトプラスバディプレスの組み合わせでですね、要は地域 SNS がちょうど流行った頃と重なります。あの頃に、ワードプレスを使って地域 SNS を構築運用するというところの、主に運用の方に、携わっておりました。あとは複数拠点のですね、ウェブサイト、これ手打ちでしていたものをワードプレスに統合するということでですね、サイトの構築、運用もちょっと携わってたんですけども、そういった実績があって、ワードプレスにはずっとちょっと興味があるというところで、立っております。よろしくお願いいたします。では本日のテーマなのですが、より幸せになれるというところなんですけれども、そもそもベストな運用、ウェブサイトの運用って一体何なんだろうというところで、少しまずは説明していきたいなと思うんですけれども、こちらですね、ベストなウェブサイトの運用はというところになってきたときに、一体何かなと、端的に答えるとすれば、どういったものかなと思いましたら、一つ答えが出せるとするならば、コンテンツの作成に集中できることと、捉えております。
で、こちらすなわちどういうことかっていうとですね、まあコンテンツで、要は情報ウェブサイトを情報発信していくわけで、でその、情報発信していくのに、そこの発信していくわけまでのその仕組みのところで、非常にこう時間をかけるような状況になってくると、本来発信したい情報があるのにそれを伝えるのに時間がかけれない、コストをかけられないという状況になりますので、まあすなわちこのコンテンツに作成に集中できることではないかなというところで端的にまとめさせていただいております。で、じゃあ少し置き換えてですね、より幸せになれる、ワードプレスの運用ノウハウとは、どういったものになってくるかなというところにもう少し掘り下げていきますと、まあこれ言い換えますと、トラブルを未然に防いでコンテンツの作成に集中できることというふうに、まあここでは考えたいかなと思います。そうですね、で、まあこうなればそのなんだろう、エラーが出てですね、サイトが表示できないとか、なんかプラグインがどうのこうのとか、あ、うまく動かないなとかいうところにわざわざ悩んでしまうこともなくですね、集中できる、コンテンツの、まあ、作成なり発信なりができるようになるというところになってくるかな。じゃあその、トラブルを未然に防ぐというところで何を対策すると幸せになれるのかなというところに今度は移っていきます。でこちらなんですけれども、今回はこの3つの観点で、説明を進めていきたいなと思っております。1つはセキュリティ対策です。これよく騒がれるんですけれども、一体かといって何をしたらええねんというところになってくると思います。でもう1つはリソース管理です。まあリソースっていうなんかかっこよく言いますけど、これ一体何やねんというところも込みで、この後お話ししたいかなと思います。そして、まあ、こういったワードプレスのいろいろお話とかっていうところになってくると、どうしてもこう技術寄りにお話を進めてしまうところもあるんですけれども、実は我々ホスティングサービスを提供している方から見たときに、もう一点押さえておいてほしいのがこの契約なり申し込みの部分になります。こういったところでですね、対策をしていただくと、思わぬトラブルを招く前にですね、未然に回避することができて、より安全にですね、より幸せにワードプレスサイトを運用することができるんじゃないかというところで、今日は説明を進めていきたいと思います。ではまず一つ目のセキュリティ対策の話に参りたいと思います。でですね、進めてしまう、はい。で、まあ、当社の運用サーバーとかで歩くときには、まあ、サーバーへのセキュリティ対策の観点から、まあ、設定を見直したりとかですね、パッチの適用など、まあ、適切なタイミングでもちろん実施はしております。で、まあ、また当社ではですね、その、一環として現状、これまでずっとお使いのお客様に対してですね、最新のサーバー環境に移っていただくというメンテナンス作業も随時実施しております。まあ、この点ね、お客様にご迷惑をおかけしているところもありまして、お手数を、まあ、ご協力いただいている部分もあるんですけれども、そういった対策を講じていっております。で、まあ、これまた本題に戻るわけなんですけれども、当社では、まあ、サーバーの状態監視している中で、まあ、急激に負荷が上がってくるだとかですね、もしくは異常なログが出てくる、こういった挙動は普通ありえへんぞというようなログが出てくることあるんですけども、そういった場合にはメールで詳細をお知らせしたりとかするわけなんです。で、まあ、そうならないためにどうしたらいいんだっていうところですね、これを進めていきたいかなと思います。で、まずそもそもなんですけれども、なぜワードプレスってこうなんかすぐに狙われるよとか言われるのかなというところ、今一度おさらいをしたいかと思うんですが、もうワードプレスのシェアっていうのをですね、これ、まあ、W3TEX というところが出してるんですけれども、全ての世界中のあらゆるウェブサイトの中でですね、どういったツールを使われているかというものになってきます。もちろんこの数字の中にはですね、CMS といわれる、まあコンテンいろんなね、プロアルのサーバープログラムを使ってコンテンツをこう発信するというものもあるんですけれども、そういったもの、ね、の中で、これは間違いなくこのサイト、この CMS で運用されているというものだけで集計した結果のグラフになります。
ちょっと後ろの方見づらくて申し訳ないんですけれども、これまず左半分 48% を占めているのはこれ CMS ではないと判断したものになります。実はこの中にムーバブルタイプはこっちに入るんじゃないかって言われることもあります。まあ、いわゆるムーバブルタイプで運用してないよというふうに、見せかけることができてしまうのでそういう話になるんですが、一方で、実際に何らかの CMS を使ってますよというのはだいたい 52% ですね、約半分です。でこの中のこの右上のこのワードプレス、これ 31%、 すなわち、全てのウェブサイトの3割はワードプレスで運用されているというのが今後、目に見えて明らかになっています。じゃあ、何をつつけば効率がいいかっていうのはおのずとワードプレスになるということで、非常にまあどうしてもこう、狙われやすいものになってしまうということです。なので適切に、たはいえ適切に管理していただくことでですね、ワードプレスも、非常にまあ強固なものになってきておりますので、これを見ただけでじゃあワードプレスやめようなんてことは考えなくていいと思います。では、それでですね、まあ、こういった状況もありますし、まあ私どもホスティングサービスを提供しているわけなんですけれども、やっぱり先ほどのグラフの通りです。やはり運用されているサイトについてですね、で、このグラフよりもっとワードプレスが多いぐらいかなというのは正直体感しております。でその中で、私どもとしてもやはり講じているセキュリティ対策というものがありましてですね、まあ、こちらは現状ワードプレスセキュリティ設定として機能を提供しております。で、提供している機能としてですね、まあ、主なといいますか、挙げていきますと、一つは国外 IP アクセス制限設定といいまして、日本国外からこの手のアクセスというのは、まあ、通常ありえないだろうというところで、制限を設けるというのが可能になっております。で、一つはダッシュボード、まあ、管理画面ですね、これに対して国外からアクセスできなくする機能、2つ目が XMLRPC アクセス制限といいまして、この機能を使ってですね、まあ、少し前までのワードプレスのアプリ、スマホアプリですねで投稿するときに使われてたツールでもありますけれども、そういったもので、あとは REST API という新しいものですね、こちらのアクセス制限という機能を提供しております。続きまして、ログイン試行回数制限設定というものも提供しております。でこちらはいわゆるブルートフォースアタックといいまして、ID とパスワードの組み合わせ、多分こんな ID パスワードで通るだろうなというリストでどんどん、ID パスワードをログイン試して通るやつを見ていくというものがあるんですけれども、まあ、こちらは、ということは何回もログインを試そうとするわけですので、そういった挙動を見つけたときにはもうアクセスできないようにしてしまうという機能になります。あともう一つはコメントトラックバック制限機能、制限設定というものになります。で、こちらは、まあ、大量コメントだとかトラックバックというものを制限する、でもしくは国外 IP アドレスからのコメントトラックバックですね、こういったものを制限するという2つの機能を提供しております。はい、こういったものでですね、これもいずれもですね、ちょっとこの設定オンにして、しまうと国外から海外からのアクセスを制限することにもなりかねないので、外したいということであれば任意で外すことはできますけれども、まあ我々こういった機能を提供しているのは、この裏にはですね、これまでの、私ども今150万サイト運用実績あるんですけれども、この中で培われてきた運用の、ノウハウからこれを制限していくことで、より安全な、安定した、より幸せになれる、ワードプレスサイトを運用することができるというところで、提供している機能となっておりますので、まあなるべくならオンにしておいていただきたいなというところではあります。まあ他社の、ホスティングサービスではこれ WAF 機能で統括して提供している場合もあります。ですので、まあ当社のサービスご利用でなくてもですね、WAF の設定がオンになっているかというのは一つ確認するポイントとしては非常に大きなものになるかと思います。で、ではこれらの制限を実施している中でも実際、サイト
攻撃やっぱり受けてしまいます。そして、様々な影響が出ております。でそのあたりをちょっと次は掘り下げていきたいと思います。まず、これまあ観測レポートとして、まあ、つい、先月5月の実績のから出してきております。で、これまず攻撃方法、まあ、ウェブサイトとかですね、実際に、クラックされた、クラックされたというのは何か情報が書き換えられたなどで、影響が受けたもの、影響を受けたものです。でこれについてその時点で遡って、あ、これが原因だなっていうのが特定できたものに限るんですけれども、まあ、この2つに分けさせていただきました。1つは脆弱性起因のもの、そしてもう1つは FTP クラック、要は FTP の ID パスワードが盗まれて、それを使って FTP でログインされたというものです。繰り返しになりますけども、上側の脆弱性起因というのは要は、プラグインなりテーマなりもしくはワードプレスのコアに脆弱性が残っていてですね、そこのルートを通って何らかの攻撃が仕掛けられたというものになります。さて、こちらですね、この次に割合が出てくるんですけれども、大体何割ぐらいのものか皆さん少し考えてみていただけたらと思います。これわざわざこの場で出してきてるということはっていうところなんですけれども、はい、ドンと出てきまして、脆弱性起因は 88.6%、 そして FTP クラックは 11.4% の比率になっております。で件数としますと、これ詳細申し上げることはできないんですが、2桁です。1ヶ月で2桁いってますということは、1日あたりに数件は必ずこの攻撃が通ってしまってるということになります。これはあくまで実際に、こういった攻撃を受けてページの改ざんだとか、さまざまな不正な行為が行われたという実績のものになります。ここからも分かるようにですね、適切に設置しているサーバープログラムを管理できていないと、もう間違いなく攻撃を受けてしまうんだということは、この数字からもお分かりいただけるんじゃないかなと思います。では、もう一つ、調査しているものがあります。実際にその攻撃が行われてどういった攻撃、行為につながっているかというものになります。でこちらなんですけども、ドンと出しますと、この青色、これですね 72% なんですけど、その攻撃を受けて実際にメールが送られてしまってます。これメール1通とかそういう話ではなくてですね、もうスパムです。はっきり言ってしまえば大量のメールがその全然知らない第三者宛にガンガン送られるという行為が先ほどの、この起因で起こっております。で、この大色が 14% なんですけども、こちらは、実際に何らかのサーバープログラム、不正なプログラムが設置される、もしくはそれを使って実際にページコンテンツが書き換わってしまったという改ざんの行為、これが 14% で、その他の行為というのも、まあ、14% あるんですけれども、まあ様々もろもろというところになっております。なのでこの2つを組み合わせますと、脆弱性をつかれて、迷惑メール、スパムのメールが大量に送られるというのが、概ねの攻撃パターンになっています。まあこれすなわちページの、コンテンツを実際に見ただけではその行為が行われているかどうかわからないということも意味いたします。知らない間に、こういった行為が行われてしまっているかもしれないというところになっています。では、まあこれだけね、ガンガンビビらせておいてというところになってしまうので、じゃあこれに対してどうすればいいんだという話の方に移っていきたいと思います。で、こういったセキュリティ対策というところなんですけれども、一つ私非常に参考になった、これも人から紹介されてですね、ほーんと感心したんですけれども、セキュリティのエキスパートとそういうそうでない人のセキュリティ対策の比較というものが、これはGoogleさんの、ブログですね。で、ですね、1年半かな、2年前かなに記事が出ておるんですけれども、そちらの、ものになります。で、実際にもう単純にこういった表があるんですけれども、左側が一般のインターネットユーザーが実際に行っていると言われているセキュリティ対策、右側がセキュリティのエキスパートが行っていると答えたセキュリティ対策になります。
で、これらいろんな項目、20項目ぐらいある中でどれを行ってますかっていうのを皆さん、こういった群に分けてですね、アンケートを取った結果というところになってきます。で、これはウェブサイトだけではなくてパソコンの、ね、セキュリティとかそういったものも全部含むんですけれども、まず左側一般インターネットユーザーが行っていると答えたセキュリティ対策、まずトップはアンチウイルスソフトを使う。あ、なるほどな、ね、いろんなセキュリティ対策のソフトありますよね、使います。で、2番目が強固なパスワードを使う。あ、なるほどな。3番目頻繁にパスワードを変えていきましょう。4番目、知ってるウェブサイトにしかアクセスしない、利用しない。なるほどなるほど。5番目個人情報は公開しない。なるほどなるほどと思うんですね。一方セキュリティのエキスパートが行っていると答えたセキュリティ対策です。一番最初にソフトウェアアップデートをインストールするとはっきり言ってます。アンチウイルスソフトより上になってます。2番目サービスごとにユニークなパスワードを使うですね。はい、同じパスワードを使い回しにしないというのがここで出てきております。3番目2段階認証を利用するというものですね。ログインするときに、手元の ID パスワードとあとスマホに届く何かワンタイムパスワードを組み合わせてログインするとかいうものになります。これを利用する。4番目、強固なパスワードを使う。ここだけです。一般のインターネットユーザーとセキュリティのエキスパートが行う対策として唯一一致した箇所がこの強固なパスワードを使うといったこの項目だけです。あと、5番目にはパスワード管理ツールを使うというものを言っています。これ、2番のユニークなパスワードを使うというものとパスワード管理ツールを使うというところで一致しているかと思います。で、そうなんです。で、ここでですねお伝えしたいのはまずはソフトウェアのアップデートをインストールするというのが一番の対策であるというのもこの比較表からもお分かりいただけるかと思います。でですね、今回こういった発表するよということで、うちの運用チームにですね、どんなこと伝えたらいいですかって聞いたらですね、即答が返ってきました。これ、ホスティングサービス提供事業者からとしてですね強くメッセージをお伝えしたいことです。ドン、ワードプレスのコアプラグインテーマは必ずアップデートしていきましょう。はい、もちろんアップデートしてちょっと影響が出るから少し様子見をしたい、その気持ちもよくわかります。でも様子見を、何年もされるとですね、全然アップデートされないわけでですね、未だに、ワードプレスの3点なんぼが動いてるのですね、はい、実際あります。で、他社さん聞いてみるとこんなんよう動いてたなみたいな、バージョン 3.0 が動いてるとかですね、そういうのも実際あるようです。で、皆さん共通で困られてます。アップデートボタン押してほしいなというところでもう非常に言われてます。で、特にですね、直近ではワードプレスの 4.9.3 だったかと思うんですが、自動アップデートがうまく働かないバージョンになってしまったというの事象も各、報告がありますので、必ず管理画面ダッシュボードのですね更新っていうところにこんなね、矢印でくるくると回ってるマーク、出てて数字がいくつと出ておるようでしたらぜひとも更新ボタンを押していただきたいなと思います。これをするだけでも十分、安心して運用ができるワードプレスを、利用し続けることができるようになります。では、2つ目です。リソース管理に移りたいと思います。そもそもリソースって何だろうというところなんですけども、Google 翻訳にですね、リソースって打ったらですね、こんな答えが返ってきまして、資源とか資産、で、もう一個はコンピューターで動作実行に必要なシステムの要素や機器というようになっております。で、ここでは動作実行に必要なシステムの要素、いわゆる CPU だとかメモリだとか、そういったところを絞ってちょっと説明をしていきたいと思います。で、ですね、ここでですね、そういった時に我々ホスティング事業者でよく耳にする、声にする、見かけるっていうので、よくこういう、正直言い方悪くすればそのやり玉に挙げられるといったもので、ワードプレス、ポピュラーホスっていうのがプラグインがあります。で、こういったプラグインなんですけれども、
このサイトに今見てるあなたのページに関連するページがこれこれですとか、何人の人が見に来ましたとか、そういった細かいこういったところの、ね、内容が出てくるプラグインになっております。でこういったのは情報収集するとき、もしくはそれを解析するタイミングでですね、どうしても負荷が非常にかかってくるものになりまして、でこれを非常に活用されている方でですね、そんなに PV が多くないのに、CPU 負荷が本当にもう際限なく使われてしまうというようなことがまあまああります。でこちらについてですね、もう少し掘り下げていきますと、これ CPU にかかる高い負荷というところになってきます。プラグインでですね、先ほどワードプレスポピュラーポストについてちょっとご紹介をさせていただいたんですけれども、こちらについては、私どもでですね、対策方法を当社の各サービスで実際に、紹介をしております。で一つは最新版へアップデート、とにかくしてください。これによってちょっとね、非常に、高い負荷がかかる処理が行われてたものが対策を取られたバージョンに、最近上がっておりますので、ぜひともアップデートしてほしい。でもう一つがですね、実際にそのワードプレスポピュラーポスト使っていても、非常に高い負荷が生じることがあります。でそれの、改善方法のところのご案内、実際に、具体的に、行っております。でこれすることでですね、非常に効果が出ております。でどういった内容かというのをちょっと少しだけ掘り下げてご紹介をいたします。で一つはですね、そのコンテンツの表示速度の低下なんですけれども、多数のアクセスが発生したときにデータベースの処理が非常に多くなって、コンテンツの表示されるまでの時間が通常よりも長くかかってしまうという状況が発生しております。でこれに対してですね、私どもで、こういった設定ならだいぶ改善できるし、もう問題なく使えるであろうというところで、お伝えしておりますのが、WPP の、キャッシュ期限ポリシーというのをキャッシュするを選択してもらう。で、キャッシュ更新間隔は1時間以上を指定していただく。で、データサンプリングは有効にするという設定を推奨しております。で、これらを行っていただくことで、負荷が非常に下がりましてですね、より言うとエラーが出ないですね。アクセスが多数あっても。そういったコンテンツを運用することができるようになります。で、これ裏返しますとですね、この設定が適切に行えていないがために、実際に高い負荷になってですね、こちらからもうどうしても、制限をかけざるを得ないというような状況が多く発生していた。言い換えると、このプラグインよく使われている方がいらっしゃるというところなので、一例としてご紹介をいたします。必ずこの設定をしたから全く問題ないんだとまでは言い切れないんですけれども、非常にこう効果の高い、設定であるというところになります。はい、詳細は私どもの公式サイトのニュースを見ていただければと思います。で、もう一つなんですけれども、大幅に消費するディスク容量というところの問題があります。で、こちらはちょっとサクッと進めていきたいと思うんですけれども、バックアッププラグインで、そのバックアップの対象パスを指定誤ってしまうという事象です。でもう一つは、キャッシュプラグインなりが生成する膨大なファイルというものになっています。で、もう単純にですね、バックアップのプラグインのパスの指定誤りというのは取ったバックアップの、バックアップの保存先がですね、ワードプレスのそのディレクトリの中になってて、で次の日に、それも含めてもう一回バックアップを取っていくって、どんどん雪だるま式に容量が増えていく。で、私どもでも大体もう最近のね、サーバーだと、何百ギガバイトという容量で、提供しておるわけなんですけれども、雪だるまでどんどん増えていくわけで、いつの間にか容量が足りませんと。私そんなサイトデータ全然上げてないのになんでいっぱいになるのっていうお問い合わせいただくことがあります。そういうわけでですね、気をつけようバックアップ対象と保存パスということで、バックアップの対象はここですよというのを確認する、もう一個はそのバックアップの保存先についても確認するように、心がけていただければと思います。で、キャッシュプラグインが生成する膨大なファイル、
これあのファイル、サイズとしては大きくないんだけれども、ファイルの数が膨大になっています。100万ファイルとか、本当にあります。でこちらになってくると、今度は、バックアップが取れなくなります。もう非常に高い負荷になってしまいます。なので、まあ、いつまでもあると思うなディスクスペースということでですね、こういったところの設定気をつけていただくと、まあね、幸せにサイトが運用できるんじゃないかなと思います。でですね、この負荷という観点でまた私聞きました。運用のチームに何を伝えたらいいんであってよということでですね、聞いたらですね、先ほど2つ前のセッションでさくらの方が登壇されていましたけれども、それと同じメッセージになりました。ドン PHP7 使ってくださいともうとにかく使ってくださいと。これね、ですね、ホスティングサービス、まあレンタルサーバーだと簡単にまず切り替えができます。で切り替えしてあかんかったら戻してください。もうそれぐらいの、軽い気持ちでサクッといいから押してみてください。そうしますとですね、 PHP5 を使ってた時よりもう2倍の高速化は確実に得られます。絶対早いと思います。でなおかつ PHP7.0 より 7.1、7.2 を使っていただくと、この方がさらにパフォーマンス上がるということで、報告は出ております。で一方で我々は先ほどの案内してきた時に負荷が高い、 CPU 負荷が高いということで通知をする時に PHP5 のバージョンを使っている時は7に変えてみましょうという案内も入れてます。でこの7を使いましょうという案内を入れる率が結構高いです。ってことは裏返すとほとんど使われてないということです。はい、特に、以前からご利用のお客様で特に、それでPHP のバージョンを触っていないということであれば間違いなく PHP5 です。レンタルサーバーのサービスで勝手に7に上げることはないですので、今一度設定内容、どういった PHP バージョンを選択されているかというのは確認することをお勧めいたします。では、最後ですね、契約申し込みについてです。これもちょっとすみません、サクッといきたいと思いますね。で、私まあつい、1ヶ月前までサポートにいたわけなんですけれども、その時にですね、契約関連で騒乱を受けた事例というのは結構あります。でこちらまず1つ目はウェブ制作を任せていた人間が連絡がつかずコンテンツの更新ができなくなっちゃった。もうえらいこっちゃですね。はい、次、他のサーバーに移転したいんだけど FTP 情報が分かんない、もう身動きが取れませんという話です。でドメインを移管したいんだけどもそもそもできない、ドメインの管理会社を変えたいって言ってもそもそもその管理パネルなりお客さんの情報、ね、契約情報がわからないので、手続きの開始すらできないという状況が発生します。まあこれらですね、まあもう一個あるわ、ごめんなさい、ウェブサイトが急に表示されなくなったなどというものがあります。まあ、これちょっと裏返しますとですね、契約期限が切れたというパターンです。でお支払いのお知らせだとか、私いくら払ったらいいんですかみたいな感じの問い合わせになることもあります。まあ後ろではね、まあうちのスタッフが笑ってますけども結構そういう対応性やってるなっていう多分思ったと思います。で、もちろんこれら契約者のご本人からの問い合わせであれば我々も全力でお客様をサポートしてですね、契約更新だとか設定情報の案内だとかしていくわけなんですけれども、これ、任せていたとかでご本人の契約じゃなければもう我々としてもやはり契約者本人からの問い合わせではないと判断せざるを得なくなりまして、どんなにいや私はこのサイトログインして使ってるんだって主張されてもなかなかねご要望にお答えできないというパターンになってしまいます。で、まあ、実際に私どもとしてもなんとかならへんかなって思うんです。本当に思います。なのでなんとか考えるんですけども、どう考えてもこれちょっと難しいなというケースがもう結構あります。で、これね、解決に向けてじゃあどうしたらいいのかなというところなんですけれども、まず一つ目なんですが、再販をどうするかという、ところになってきます。まずサービスの契約として再販が許されているのかどうかっていうのは確認していただければと思います。
例えば当社の場合、エクサーバーはできます、シックスコアはできませんとか、サービスによってやっぱり違う部分もありますので、まあ、規約なり約款なり、よくある質問を見るだとか、まあ、思い切ってサポートに問い合わせてみるというのは一番確実だと思います。で、再犯が可能な場合は再犯の条件とか規定を確認しましょうというところです。再犯はするけれども、再犯は許可するんだけれども、サポートとかは契約者が必ずしてくださいねという契約になってたりとか、しますので、そのあたりを確認してもらう。で、運用するウェブサイトの管理者は誰になるのか。まあ、これは例えば、そうですね、制作会社さんで納品をしても、クライアント様でも運用してもらえますよと。いうものであれば、もうサイトの管理者はクライアント様になるんだけれども、もしくは、引き続き制作会社の方でもやってくださいとなれば制作会社になりますよねっていうところ、そこを、まあ、決めましょうということになります。で、制作会社でやりますよとなれば、もうこれは再販せずにうちで契約しておこうかとかいうのも選択肢になると思います。これはまあ、よく話をしましょうということです。どちらがいいとかいうのではありません。まあ、言い換えますと、契約の管理、イコール契約名義をどうするかっていうのは、もし取り掛かることがあれば、そういった関係者が多くなってくるということであれば、あらかじめ相談して、お互いすっきりしておきましょうということです。まあ、制作会社にお任せしましょうか、ご自身クライアント様で管理するのか、で、将来的にどうするのか、ここも触れて考慮しておいた方が良いと思います。まあ、要は後に引き継ぐことも視野に入れたときには第三者への譲渡ができるかどうかっていうのもあります。これ、問い合わせをすれば明確にお答えはできるかと思いますので、もしこういったところ今曖昧だなと思ったら、まずは現在契約しているサーバーのサポートに問い合わせるのが良いかと思います。で、もう一つは譲渡するといっても、譲渡のそのどういった意味だとディールといいますか、その枠ですね、こういったものを譲渡しますっていう対象のものに期待のものが入っているかどうか、もしくは譲渡の単位が大きすぎる場合にいらんものまで譲渡対象になってしまうだとかっていうところも見ておくと良いでしょう。あとはドメインについて移管することで譲渡、これはまあ一つ回避策としてのご提案になりますけれども、ドメイン名自体はいわゆる移管という手続きをすれば実質譲渡することができるようになりますので、ドメイン名についてはまあちょっと回避策があるのかなというところで少し触れておきました。でですね、ここ、まあ、ホスティング提供事業者からっていう、これね、他のセッションでは絶対話が出てこないと思うんですけれども、唯一何がお話できるかなというのは、もうドンともう登録情報を最新にしておいてほしいなと本当に思います。連絡先とかですね、住所、もしくはご契約の契約名義だとかっていうところ、今一度この機会にですね、あ、大丈夫かなとか、みんなそういえば最近メールでアナウンスが来てないなと言ったら、実はメールアドレス変更 の, 手続きをしてなかったとかもありますので、ぜひとも一度見てほしいなと思います。で、本日説明してきましたその CPU の負荷だとか、もしくはそのセキュリティで何かクラックされてますよとかいう手続きも、もうこの登録情報に基づいて契約者様に、連絡を差し上げるというのが一般的です。で、この登録情報が届かないってなってしまうとですね、我々も必死に連絡していても全然つながらないということになってしまって、対応もボテボテに回ってしまうことになりますので、今一度この機会に確認しておいていただければなと思います。はい、一通りざっと、ご説明をいたしました。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。なんか若干お時間ございますが、次応答とかございましたら何かご質問がある方、じゃあですね、すいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ウェブの運用に制作とかをさせていただいておりますので、はい、と申します。エスサーバーさんの事業はいつも使わせてもらっているんですけれども、ありがとうございます。まあ、その運用について、少しお話ししてもらっているんですが、はい、まあ、先ほど契約のことと運用のことと書いてございました。で、最近のメンタルサーバーで大体マルチドメインとかのものを使っておりまして、はい、データベースもたくさん作れると。
ということで、私的にはリスク高いところであんまりやったことがないんですけれども、一つだけ契約をしておいて、複数のサービスをマルチドメインで、10個なり、ということをやった場合に、で先ほどのセキュリティの問題も、深く確保したりとか、別々のところで使っているある一つのサービスが、そういうことを やらかしてしまった場合に、その場合、御社の場合は、全部のサービスが一気にガンと落ちちゃうんですか？ありますか？そうですね。これ、会社によってそのリソースの管理方法が違うので一概に言えないんですが、当社の場合は少なくともサーバーアカウントの契約単位になります。サーバーアカウントごとに上限を定めてて、その範囲であればマルチドメインで融通聞かせて使っていただいていいですよっていうことになるので、極論を言いますと、その中登録している中の一つのサイトが非常にアクセスが多いと、で、それもリソースが満杯になってしまってエラーが出始めたとなれば、そのエラーというのは他のドメイン、その同じサーバーアカウントの契約の中の他の、ドメインなりサイトなりにも影響が出てきます。ありがとうございます、はい、ので、そういった時にはサーバーアカウントを分けて契約するとかっていうのは一つ解決策になるかなと思います。それではお時間になりましたので、こちらでセッション終了したいと思います。もう一度拍手をお願いします。8階のホールでライトニングトークと、実行委員長による閉会のご挨拶がございますので、8階のホールの方に、お参りいただきたいと思います。また18時40分に懇親会がございます。で、懇親会のチケットをご購入された方は、ご参加いただけますので、それまでの時間は、4階のスポンサーブースの方でお待ちください。よろしくお願いいたします。こちらコースだけではまずい。